あ、これ、うん、スケボー禁止のやつね。いい感じの坂道だからさ、やられがちなんだよ。緑の線、山手線緑、こっちも緑なんだ、そういえば。あ、本当だ。自由にお弾きくださいピアノ。あ、そこ、こっちか。あ、あそこにもピアノがある。三宮駅でしょ、地下鉄の。うん、今そう、地下鉄なんかこっちにいると思ってた。ああ、そうなんだ。こっちだから、うん、とりあえず花あ、JR の方から行きましょう。うん、あ、やってるよ。あ、これ受付じゃないのか。近く寄れないからね。ただ黒い何か多分ボケてる。そうか、そう、なんか結構みんな降りるね。何万って単位、参加者が。すごいね。あ、ランナー専用って書いてある。もうここで終わりだ。うん、どっか分かるところで。じゃあね、ほとんどランナーじゃん。すぐ終わった、うん、なんかみんなね、あそこで撮影してるよ。撮影スポットがあるって、うん、猫がいる。ちょっとブチャ猫、悲しきデブ猫だって。違う、悲しきデブ猫ちゃんの世界。名前はマル。あるんですけど、うん、後ろからぐらいしか見えないんですよ。そうなんだ。つうかさ、この辺あれだよね、結婚式が挙げた教会あるところだよね。よく覚えてないな。いや、あの三宮の駅が崩れてたの覚えてるもん。だからここの駅が崩れてたの。あ、崩れてた、違うかな。なんかそう、三宮駅が崩れてたのは覚えてんだよね。で、神戸駅からビルが倒れてるのも見えてたし、で、教会がどこだかもちょっと覚えてない。
レーそば。何？何が入ってるか分かんない、ほんのり関西弁になってるよ。しょうがないよ、私は新幹線乗ったら関西弁になる。そうなんだ。カレーそばいただきます。うわ、とろ、すごい、あ、なんかおそばってさ、てかすごいとろみがあるよ。へえ、すごい。へえ、まあ、とにかくいただきます。ごちそうさまでした。お腹いっぱい。中野屋のカレーそば、美味しかったです。ごちそうさまです。どっち曲がるの？右？なんか雰囲気のいいとこだな。これこたつだね。へえ、面白い。これどこまでまっすぐ行くの？駅まで。あれ、ミンミンじゃない？ミンミン。けどこれがあのミンミンかどうかはまたわからない。あ、こっちもミンミン。ただいま到着の列車は各駅停車ひばりが丘花屋敷行きです。第1レースタート10秒前、この電車が先に到着します。オンヤマース。